もですね、素敵なゲストをお呼びしております。蒲田マーレさぬき広報の佐藤さんです。イエーイ。お座りしてます。テンション低っ。蒲田マーレは最近どんな感じですか？先日練習が再開されまして、はい、久々に選手たちも1ヶ月ぶりにボールを蹴って、うん、まあ、すごい嬉しさというか楽しさというのが、なんか純粋な、そういった気持ちが出てたなっていう印象を僕は持ちました。じゃあちょっとサポーターの皆さんにメッセージお願いします。まあ、今大変な時期ではあるんですけども、まあ、クラブもまあ一応必死に頑張っておりますので、まあ、まずは皆さんが感染しないことを第一に行動していただいて、また J リーグ再開した時にお会いできることを本当に楽しみにしてますので、よろしくお願いします。特選かまたま遍路。香川県さぬき市しどさぬきうどん喜上庵。地元の人に愛されるセルフの名店です。はい、こちらのお店実は取材をねお願いした時に、いやちょっとうちはってお断りされ、はい、かけてたんですけど、はいはいはい、やっぱりね、いやでも高木選手とここ来たいんですって言ったら、ほなしょうがないな言うて OK してもらったんですよ。はい、いや親戚なんで。あ、身内、はい、身内 OK してもらわないと。僕んちの実家の裏が、うん、ご夫婦の家なので。あ、そうなんだ。僕だからよく家の方に、実家の方にうどん持ってきてもらったりするんで、うん、あ、すごい、家でも家で喜上庵かけ醤一つお願いします。で、肉うどんの醤で、肉うどんお願いします。カズって呼ばれてる。そうです。いや、僕はもうだってちっちゃい時からねお世話になって。そっか、バイバイ。違う、ちょ、肉うどんめっちゃ肉たっぷりですね。そうですよ、俺知らなかったっすか。知らなかった、初めて言ってた。初めて来させてもらいました。あ、ありがとうございます。あ、すみません。あ、お母さんも、高木選手のことカズって呼んでるんですか。そういうことになりますよね。じゃあ、お会計お願いします。本当にマジ。え、いや、いい、ちょっと、俺特別っすから。どこがいいですか。ちょっと、あれ取っといてください、あれサイン、栃木SCの。これ、蒲田マーレのないじゃないですか。うん、ない。蒲田マーレの、うん、お渡ししたんですけど、うん、お客さんが誰か持って帰ったらしいです。嘘。スターのサイン盗まれると。スターやめてくれるもん。私が、かけうどんに、天ぷら、ちくわの磯辺揚げトッピングで鶏天がおすすめってことで一つチョイスしました。で、肉うどんです。これ最高っす。ね、うん、おいしい。もちもち、麺がもちもち。懐かしい味ですよ。うん、わかる。いや、わかる。昔から食べてるんだよ。小学校から食べてる。私、初めて食べてもなんかすごい懐かしい感じします。もうなんかこう、ちっちゃい時から食べよったこう、さぬきうどんの味っていう感じです。だからもう、首都に住んでる人でここ来たことない人いないんじゃないかぐらい、うん、昔からあるんで、みんな来てると思います。親戚ってなんかでも嬉しいね。地元でやっぱさ、その親戚の人たちにも応援してもらって、こうやってまあお店にご飯も食べに来れてって、なんかすごい幸せやね。いや、ありがたいですね。ねえ、羨ましいわ。今までだからさっきの栃木じゃないけど、うん、県外に出るとやっぱその親戚が近くにいたりはしないから、ね、だからやっぱ蒲田周りに帰ってきて、それが一番こう地元に帰ってきたかなっていう、うん、そっか、もう食べ終わりますよね。なんか登場、はい、緊張するね。ねえ。選手の高木さんです。よろしくお願いします。高木選手のなんかちっちゃい頃から知っとるね、なんか面白いエピソードとかないですか。面白いエピソードないっすよ、絶対。まあ2人兄弟、下に男、弟がいる。弟いるでしょ。構造君、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 おじいちゃんの名前が弟がいるんですよ。カズマさんと構造君。コウゾくんはお店に来ないんですか、ここ。いや、こっちにいないです。あ、来らんのや。まあ、岐阜の方に。岐阜に。へぇ、こっち帰ってきた時は、うん、たまに彫刻を寄ってはくれ。あ、そっか。誰が聞きたい。俺の弟の話。